最後に行ったらいいんですか？いつだろう。いやもうコロナになってからは絶対行ってないね。あいつだろうな最後に行ったの。なんか何目的で行ったかすらもう覚えてないわ。そう最後に行ったのが、うん、あえフラトラ君となんか実家帰ったもんね。いやフラトラと福岡行ったのは覚えてるんだけど実家には帰ってない。しかもフラトラと福岡に行ったやつも、うん、なんでフラトラと福岡に行ったのか覚えてない。いや俺なんか覚えてるけどなんか大学のファーなんかに呼ばれたみたいな。ポケモンだ。ポケモンの対戦オフに呼ばれてフラトラと行ったんだ。ああそうだ、それだ。そう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 、その時ですね最後。ああそうだそうだ、それだけちょっと覚えてるわ。いや俺覚えてなかったけど、はい、ポケモンの対戦オフで行ったってこと。楽しみですか福岡は。いやあんまたのその観光の意味での楽しみはないね。ゼロ、はい、完全に対戦のためだけ。あそうだよ、バーサーカーだからね。ここからどこか。とんかつでさ、はい、てかその動画撮るとあれ思い出すわ。あ、いたっけ。あ、違う、後輩くんじゃないか。あれ、足とフラトラだったもんな。あ、俺がクソソース入れて引かれるっていうやつ。事件じゃないですか。これ普通ですよね。普通ですよね。これ普通。俺、だから、はい、この前指摘されてこれが普通だってことでした。あ、なるほどね。いつもあったこれの4倍ぐらい入れてました。いいじゃない、それで我慢しなくて。それはここに入ればいいんじゃない。うん、ここに入れんだ。でもここに入れるしかないかな。こっちに直接かけるんじゃないんだ。いや俺こっちに入れる派だった。へこれだけでいける。いただきます。カーティスと一緒じゃん。いただきます。験担ぎでカツを食います。なんか俺たちがたまたま乗る飛行機にピカチュウのマークがついてて、これなんかどれぐらいの確率かわかんないけど結構運いいらしい。やったぜ。いや、なんかみんな撮ってんだけど。一切ないです。そうですね、離陸の準備完璧です。ちゃんとね、飛行機暇だからこのポケットモンスターエメラルドをやって時間潰そうかと思います。俺がなんでエメラルドやってるか分かる？今から公園に旅立つってわけよ。なるほどね。俺ここの席良くない？ずっと一緒にさ、ピカチュウが一緒に飛んできてくれる。アムさんのハサミって逆か。あ、どっちでもいいけど。
杯、200周いっぱい歩く1年何円がいいかな。なんかあんのいくらがいいとか。5円は5円だけど、じゃあ100倍で500、優勝ならそうっすね、100倍で500円にしよう。はい、500円いきましょう。全然違う気がします。全然違う気がするんですけど、2杯2拍手1杯軽く一礼。じゃあ明日お願いします。お願いします。明日お願いします。いいねいいねこれまあまあいいっす。先行でも後行でも。ちゃんと明日に備えてね。このザシャンブイ、これが一番かっこいいと思ってるんですよ。 SR の銀色っぽいやつ、これを4枚購入してきたんでね。はい、これで明日戦っていこうかなと思います。曲がり方えぐ。いやいや、1万戦練習したから。1万戦練習、感謝の1万回。浮いてますよ、だってカードポケモンカード対戦、はい、浮いてる浮いてる。ルカメダ使えるの最後ですからね。重力置き去りにしてるからカードやりすぎて。最後かどうかわかんないけどね。バグが起きたら最後じゃないかな。確かにバグが起きたらね。僕ってこだわりってわけでもないんですけど、デッキのレアリティは基本最低で揃えてて、ちょっとでもザシアンだけさすがに SR がかっこよかったから、そう SR にしようかなって。一応ザマゼンタも SR でしてるんで、ルカウターだけスペシャルアート。何をしてるかっていうと、これ練習しすぎてこれスリーブがボロボロになってるわけよ。でこれだとさすがに大会に出るのはきついかなってことで、新しいスリーブに、ルカリオって言ったらやっぱメガルカリオだと、コルニオのイメージが強いんで、このコルニオのスリーブに変えて、明日本番に臨もうかなと思います。命爆発。気合い入れてきたからね。もう勝ちますよ。僕最強なんでね。今最強。今勝った。最強だった。いや余裕で勝てます。とりあえず、はい、頑張ってやっていきます。どうでした？負けました。終わり。3勝3敗、終わり。終わり。帰りましょう。